草津温泉駅、草津温泉駅駅前には、草津国際音楽アカデミーフェスティバルを記念した、モニュメントも草津温泉駅、または、草津温泉バスターミナルは、群馬県あず郡草津町草津にある、バスターミナルである。施設管理は、草津町との、第三セクターである、草津バスターミナル株式会社による、国鉄バス、四賀草津高原線の自動車駅であったため、 駅と呼ばれることが多い。本校でも、以下、東バスターミナルに関する表記は、駅で統一する。草津温泉駅窓口。上に掲示されている、運賃表はすべてバス運賃込みで、表記されている、草津温泉駅のバスホーム。シーズンの休日等はバスで埋まる草津温泉駅に、到着した、スパライナー、草津号地図コンコースは2階にあり、緑の窓口所有。 有料インターネット端末、喫茶コーナーがある。1階には、食堂、売店、3階には、温泉図書館がある。当駅の緑の窓口では、以前は当駅発で、JR バス関東長野原草津口駅を経由して、全国の JR 鉄道線各駅までの投資乗車券を購入できたが、2002年に連絡運輸が廃止されたため、 長野原草津口駅からの乗車券の発売となる。ただし、バス乗車時には乗車券を購入してから乗車するよう案内しており、ほとんどの場合は、鉄道乗車券と同時に当駅から長野原草津口駅までのバス乗車券を購入することになるので、実質的には変わっていない。窓口上部には JR 主要駅の運賃が、 当駅からのバス運賃を加算した金額で表示されている。長野原草津口駅はもともと窓口が一つしかなく、バス到着後に窓口が混雑するため、JR 鉄道乗車券については当駅で購入するように案内されている。なお、JR 鉄道運賃以外については、クレジットカードの使用は JR 東日本のビューカードも含めてできない。なお、タンク間のものを除き、 草軽交通と西部観光バスの乗車券も発見している。バスホームは9番線まであり、東端式である。臨時便や続行便などが多い場合やバスの遅れなどでバスホームが混雑するときは発着番線は変更になる。なお、1番線や9番線は施設の送迎バスや観光貸し切りバスが一時的に使用する場合がある。当駅の1階には 土産物売店もあり、ドライブイン代わりに利用している模様で、貸し切りバスが、バスホームを使用する場合は有料である。発車時には誘導員の笛で一旦交代してから、発車となる。高速バス発車時には発車ベルを鳴らしている。1番線2.34番線5番線6番線7番線8.9番線、一般路線バス高速路線バス、草津温泉駅は、かつて、 群馬県安妻郡草津町にあった草軽電気鉄道の駅である。現行の草津温泉バスターミナルから400メートルほど南に位置していた。当駅跡地は公園となり、園内には当駅があったことを示す記念碑が建っており、その下には当時のレールが残されている。官報広報資料、プレスリリースなど一時資料、ありがとうございます。